明治神宮大会高校の部準決勝横浜3、1東洋大姫路、2024年11月23日神宮、横浜、神奈川、が東洋大姫路、兵庫、応援長11回タイブレークの末に下して決勝進出を決めた。1対1で迎えた無視1・2塁から始まる延長10回タイブレークは両校無失点でしのいだ。延長11回に横浜は4番。 ごろの,の間に勝ち越し点を、さらに5番、奥村の左前敵地打で2点を挙げると、エース左腕、奥村頼人、2年、が東洋大姫路の虫満塁の攻撃を無失点で切り抜けて勝利。決勝進出を決めた、東洋大姫路のエース坂下蓮、2年、59回まで5安打1失点。11回まで23進を奪う150球関東で意地を見せた。 関東と近畿王者の頂上対決にファンも大満足 SNS では甲子園大会と同等の緊張感マジでいい試合だった夏の甲子園なら伝説のレベル秋の時点でこれは末恐ろしいと両校のレベルの高さを称える声が上がった